ワッシュバーン製粉所の粉塵爆発を記したステレオグラフ粉塵爆発はある一定の濃度の可燃性の粉塵が大気などの機体中に浮遊した状態で火花などにより因果して爆発を起こす現象である。非常に微細な粉塵は体積に対する表面積の占める割合が大きい。そのため空気中で周りに十分な酸素が存在すれば 燃焼反応に敏感な状態になり、火器があれば爆発的に燃焼する。炭鉱で石炭粉末が起こす単純爆発がその代表例である。また小麦粉や砂糖、コーンスターチなど食品やアルミニウム等の金属粉など一般に可燃物、危険物と認識されていない物質でも爆発を引き起こし、穀物サイロや工場などが爆発。 炎上する重大事故を引き起こす。日本においては、アルミニウム、亜鉛を、はじめ多くの金属の粉末は、消防法上、第二類危険物として、小麦粉やコーンスターチなどは、複数の自治体によって、指定可燃物として指定されている。ガソリンなど可燃性機体の発火、爆発に近い。粉塵爆発が起きるためには、粉塵雲、着火元、 酸素の3条件が揃わなければならない。粉塵爆発は空中に浮遊している粉塵が燃焼し、燃焼が継続して電波していくことで起きる。しかし、浮遊する粉塵の粒子間距離が開きすぎていると燃焼は電波せず、逆に密度が濃すぎると燃焼するための十分な酸素が空間にないために燃焼が継続できず、いずれの場合も爆発しない。爆発が電波できる最小の密度を、 爆発加減濃度と呼び、燃焼が継続できる最大の密度を爆発上限濃度と呼ぶ。金属粉末は酸化する過程が通常の塊とは異なる挙動を示す。これは酸素イオンによって形成される電気二重層内の電位勾配が塊では一定であるのに対して、微粒子では粒子半径に反比例するためである。このため、 粒子半径が小さいほど酸化されやすい傾向が強くなる。表面に酸化膜が形成されない種類の金属の微粒子は空気に触れただけで発火する場合もある。このような特性から本来であれば不燃物であるはずの金属が可燃物となって粉塵爆発を起こす。アルミニウム粉末などは第二類危険物に定められるほどである。2002年に実規格で 測定法が制定されている。独立行政法人産業安全研究所からも指針が出されている。危険性評価は頻度と強度の両面から評価される。一般的なリスク管理では発生頻度が低いほど安全ではあるが、爆発事故が発生した場合の被害は設備被害、人的被害の両面で極めて大きいため、わずかな発生頻度でもリスクが高いと評価される。 粉塵爆発の場合には、一般的な火薬学の理論は適用できないため、リスク評価には FK 理論と呼ばれる熱爆発理論を用いた計算が利用されている。爆発の危険性は以下の特性値をもとに判断される。過去46年間の統計では、281件の事故が発生し、負傷者587人、死者110人が出ている。 ワッシュバーン製粉初大爆発の意向、ありがとうございます。